とその前に、チャンネル登録と高評価ボタンを、3秒以内にポチッと押してくれると嬉しいな。ありがとう。さあ、いよいよワールド2だね。ランチが後にだけどね。今回でいよいよゲームオーバーになっちゃうよん。いや、そうはさせない。任務は担ぐ側にならねえと意味がないがな。さあ、妖精マリちゃん。後で助けに行くからな。妖精マリちゃん。で、髪の毛の色が同じなだけでしょ。私を助けに行くと思って全力で頑張ってくれよ。逆に泣いて気持ちが冷めちゃうかも。いや、なんでだし。どんまいです、マリサちゃん。砂漠の突っ込んどる遺跡。さあ、大事なシャッフル。おーっと、私たちか。安定の二人だもん。ゆっくりでもいいから残機を減らさないでね。任せとけって。でも、突っ込んどるはちょっと厄介よね。担いでると踏むだけしか倒す方法はないからな。一旦下ろしてから倒すのもありだもん。ちょうど確かここにスーパーベルがあるしね。床が動いてちょっとハテナブロックが叩きにくいが。あのレイムちゃんみたいんだもん。みんなスーパーベルを取れるからさ。でもヨウムはチビになっちゃったから。ああ、結果ベルがキノコに変わっちゃうわね。ヨウムだけベルが取れなかったな。うん、大丈夫だもん。ま、奥にもあるよな。ヨウムに優先的に取らせてあげましょう。嬉しいにょん。よし、これが一つ目のグリーンスターだな。ありがとう、マリちゃん。おい、早く僕を担いでくれ。なんでそんなところにいるんだよ。マリサがそこに置いたからでしょうか。たく、早く先に進もう。ゆっくりでもいいって言ったのはここにゃんだけどね。ちょうどいい感じにお願いします。難しいこと言いやがって。マリちゃん、突っ込んどるには気をつけてね。全部倒せたらいいんだが。ちょっとリスクが高いにょんね。基本的には避けていきましょう。で、マリに突っ込んどるギリギリを攻めたな。いや、私ぐらいになれば空間把握能力があると言いますか。そんなことよりこの上に金の土管があるからそこに入ってね。いや、そんなことって何よ。たく、いつもそういう時スルーするんだから。いや、僕の方がスルーされてる率は高い。うん、まあここにゃんさんだからだにょん。どういう意味だし。この金の B スイッチを押して大量のコインをゲットしてくれ。おお、そうか、大量にランチを増やせるチャンスだな。これで一気に10アップくらいするんだな。いや、さすがにそこまでは。ゲームお前もコインを取ってくれ。ああ、そっか、忘れてたわ。いや、私だけだと大量に取りこぼしちまうんだぜ。だって本当にもったいないんだから。地味にいやらしいにょんね。違うわ、地味にポコニャンっていうのよ。ポコニャンイコールいやらしいって意味だからな。なるほど、覚えておくにゃん。業務にまで。あ、ちょっと待って、この感じやばいかも。いやいやー、じゃなくて。普通に壁キックで上がってこればよかっただろうが。ボーナスエリアで残機を失っていくスタイル。ああ、もうごめんってば。でもほら、トータル3アップできたじゃない。本当なら4アップ。さらに霊夢がもうちょっと早くコインを取りに行ってたら。はい、この話はもうおしまーい。強制的に遮断しやがった。まあでも、ちょっとだけ余裕ができたにょんね。おう、霊夢痛いんですけど。男の子なんだから我慢しなさい。ブブン。あ、そういえば中間を取った時に担いでる両方が大きくなれるみたいよ。そうなのか。これはいい情報だにょん。あるいさっきスーパーベルはヨウムに優先的にって言ってたけど。いや、このツッコンドルを倒したいから仕方なく。え、倒して意味があったっけ。あるいグリーンスターが取れるとかなんとか。いや、ここじゃなくてもっと奥。しょうがないからみんなで水浴びでもしましょう。あー、気持ちいい。そんなこと言うとでも思ったか。ヨウムたち水の中だから担げないにょん。ごめんね、スクロールしてシャボン玉にするしか。はぁ、グダグダなんだから。やられてないんだからいいじゃない。うん、動く床だにょん。よし、レイム一気にダッシュするぞ。オッケー、マリサ。うわー、よし、渡りきれた。ね、めちゃめちゃ怖かった。起きなくてよかったにょん。これぐらい余裕だって。すごい、スーパーベルを出した。く、これが私の目押し力。絶対たまたまでしょ。たまたまね。はい、うるさい。はい、ヨウム、約束通りスーパーベルをあげるわよ。わーいだにょん。よっしゃ、これで全員猫状態だな。あの、誰か一人忘れてません。ちょっとわからない。いや、みんな絶対わかってるでしょ。あれ、この上には何もなかったっけか。もうちょっと先に進んだ場所だね。今度は大量の突っ込んどるをかわしていかなきゃ。よし、レイム、ここは思いっきりダッシュで。ダメだって、絶対にやられる未来しか見えないわ。マリサ、私が先に行くからついてきて。早口な割に全然進むのが遅いっていう。そんじゃ私はここを。ちょっとマリサ。ふ、さすがピーチの能力なんだぜ。ちょっと古いじゃない。たく、私がこんなに必死に行ってるっていうのに。悪い悪い。あ、確かブロックを突っ込んどるに壊してもらって。おお、懐かしいんだぜこれ。そうそう、この砂の滝の上も登れたよな。あ、あれ登れないわね。担いでるからにょん。これはちょっと置いてくしかないわね。こんなところに置き去りにされるなんて。やられないからいいだろ。あ、このブロックは確か。おお、そうだぜ、大量のコインをゲットできなかったか。霊夢、私にかぶらせてくれ。マリサはそういうの好きよね。子供っぽいところがあるんだよね。うるさいな。うわぁ、じゃあ、めちゃめちゃ入ってた。ちょうど100枚にょんね。もうワンナップ増やせたのは大きいわね。よし、霊夢、先に進もうぜ。その前にヨウムを救出してほしいにょん。もちろん。って、あれ、もしかして持ち上げられない。ってことは移動してシャボン玉にしなきゃね。かなりシャボン玉を駆使してるが大丈夫か。運べないんだからしゃあなし。ほら、あとはハンコとグリーンスター一つ。ハンコはそこに見えてるにょん。ただこれ上に行っちまいたくなる気持ちを抑えなきゃだな。あー、そうよ、この突っ込んどる。キノピオ隊長が追われてるんだよね。自分で解決しろし。でもキノピオ隊長には倒す方法がないにょん。ジャンプできないってのはもどかしいわね。
さあ、あとはウォールするだけだな。いや、なんで2回踏んだの。強く生きろよっていう意味でな。それよりマリサ一気に駆け抜けるわよ。そうか、この後ゴールだもんな。いやー、あの妙務めちゃめちゃ怖いよ。もういつ落とされるのかってハラハラしてるよ。ちょっと待てね、今早くね。悪いけど待つことはできないわ。レイムちゃんすごいのよ。私だってな。おお、まさかの前年絶編でウォール。ふ、危なかったんだぜ。やったな、全員でニャーを害えたんだぜ。あらー、僕だけ猫じゃないんだってば。あらー、かわいそうに。ポコマンさん何やってるんだよ。何もできないんだって。おお、私ダントツじゃねえか。ボーナスのコインと被り物のおかげだね。てか、プラスでゴールできたの初めてじゃない。おー、確かに今までやられてばっかだったからな。この調子でどんどん行こうか。ここからは毎回プラスで終わるもんね。私たちみたいに頑張るのよ。ボーナスエリアで残機を減らしてる人が何を言ってるんだか。それはあんなところに穴があるのがいけないのであって。いや、普通に壁キックで復帰できたでしょ。ここはグリーンスター15枚いるみたいだが、今まで全部取ってるから当然余裕で足りるわね。ただ、このコースは難しいんよね。まあなんとかなるでしょ。触って引き出し山脈。あれ、確か前は触って吹いて引き出し山脈だったわよ。タッチを使って遊ぼう。コースに登場する虹色のタッチブロックは、タッチして動かすことができます。R でポインターを動かしてタッチしたり、画面に直接タッチして操作することができます。前はゲームパッドに息を吹いてたんだけどね。そうだぜ、ポコマンの息が臭かったんだよな。いや、深海だわけじゃないでしょ。ほら、最初のコースで説明したこのポインター。あ、これを使って出したり引っ込んだりできるんだな。担ぎながら操作するの難しくない？僕は岐阜のマリオーなのだよ。自称だけどな。ほっとけ。ボッシュート。悪い子はしまっちゃおうねー。でたー、しまっちゃおじさん。今の若い子知らないと思うにょん。そうそう、確かこの下降りられたよね。あーそうよ、確かハンコが。業務はハテナブロックが高くたかったにょん。ごめん、後でね。これを初見で気づける人はマジで少なそうだよな。ダメージ食らわないように気をつけてね。僕がハンコを取るから業務は倒しといて。けれまた行ってるし。気に入ったにょん。とりあえずこれでハンコはオッケーと。私たちはずっとシャボン玉の中。ま、ここで戻ってこれるし。今度こそハテナブロックを叩くにょん。オッケー、今あげるね。間違えてまた下に行かないでよ。ポコマンさんが変に上げ下げしなければ。いや、僕そんなひどいことしないからね。たく。さあ、フラワーだけどどうする？私はいらないかな。業務もいらないにょん。そんじゃまあとはストックしといて。で、私はデカ状態のままなんですけど。大丈夫、業務がちゃんと食らわずに運んでくれるって。任せるんだにょん。いや、ただアイテム取らせるの面倒なだけでしょ。ちょ、ここがマジで難しいから集中させて。ヨウム、ちゃんと一個ずつ出すから慌てずにね。信頼関係が大事だにょんね。ちなみに二人の信頼関係は、そりゃもう。まあ、全くないにょん。いや、そこは 100% っていうところでしょ。てへ、ヨウムは嘘をつけない性格だにょん。ヨウムの足場だけ引っ込めてやろうか。あーほら、ポコマンさん意地悪だにょん。冗談だってば。すげえじゃん、ミスなく一発で登れてるんだぜ。二つのことを同時にやらなきゃだから本当に大変。普段ポコニャンは脳筋プレイだからね。いや、僕は頭脳派で有名でな。悪いが初耳なんだぜ。それを言ったら私の方が頭脳派だわ。それもないな。言えないでよ。さあ、次のエリアに来たにょんね。ヨウム、奥に豆クリボーがいるから気をつけて。チビだったらダメージ食らわないんじゃないにょん。いや、それが普通に食らうんだよね。前は確か息を吹いて一掃してたよな。殺人レベルの息の臭さで。いや、まあ、あらよか。今回は一体ずつ。あっとしまったにょん。ちょっとヨウム。ごめんなさいにょん。ちっちゃくてわかりにくくて。みんまあしゃあなしか。まだ2匹いるからね。ヨウムがまとめて。いや、耐えて損ねてるじゃん。ふう、カバーできてよかった。ありがとにょん。さあ次は奥の雲だな。時間はたっぷりあるから慎重に行こう。リフト同士がくっついたタイミングで。これならジャンプしなくていいにょんね。あとは流れに身を任せて。ちょっと。いや、ごめんな。やらかしたと思ったにょん。おーっと、棒を起こしくんじゃありませんか。今度は落っこちるんじゃないぞ。んでもスターは1個しかないでちゅう。持ち上げれば渡せるんだけど。いや、実はタッチするだけでスターの効果を付与できるんじゃよ。そうだったんですか、レイキド博士。さすがはおじいさま博識です。誰がおじいさまだってって、合ってるのをレイキド博士。それより棒を起こしくんちょっと遅いんじゃないかい。嘘いますんだ、シゲム。ほっほ、さすがはシゲムじゃのう。で、ちょっとポコチさん。いつもよりヤバそうな音だったんだが、本当に痛そうだからやめて。ごめんごめん。でも、ヨウムがやってくれたわね。スターを使ってワンナップができたにょん。そしてポコニャンは何をやってるのかな。いや、今のはパックンを踏めると思って。それにほら、これで全員同じデカ状態に。いや、たまたまだろ。あ、ポコニャンさん、ヨウムがグリーンスターを取ってくるにょんね。助かるよ。でも戻ってくるとき気をつけてね。一旦左に飛び移るにょん。あ、ちょっと。今のはどっちが悪い？それもポコニャンさん。いや、僕完璧なタイミングで出したでしょ。ヨウムだってちゃんと待ってたにょん。もうちょっと下がってたら押されなかったよね。まあまあ、ここは多数決で。ポコニャンさん。で、おお、僕にも人権を。ま、今後気をつけるんだぜ。なんだかな。あ、ちょっと。
嫌でるかよ。ごめん。今のは僕が出せなかったのが悪い。はぁ、あ。結局残機を減らしちゃうっていう。しょうがないでしょ、ここ本当に難しいんだから。ま、あとはウォールするだけだし。もう一回左から行かなきゃか。ヨウム、一個ずつ確実にだからね。わかってるにゃん。大丈夫、ゆっくりやれば。そう、こうやって待機しながらで全然間に合う。あとは慌てずにゴールポールてっぺんに。ヨウム、暇だなん。え、ちょっとヨウム。あー、なんだよ、その情けないジャンプは。やっちゃったにゃん。完全に慌ててたわね。今回は誰もニャーオが言えなかったな。一応ストックにはあったんだけどね。使うっていう頭がなくなるんだよね。今回のハンコはクリボーにゃんね。豆クリボー許すまじ。嫌なに持ってる。わあ、今回はヨウムだにゃん。く、結構の僅差だった。ボーナスエリアのスターランが効いてるわね。ゴールポールてっぺんは逃しちゃったにゃん。まあでも、関門は突破できたから。ここからは残機を維持できるかしら。せめて二桁まで持っていかなきゃだな。